シャドウ DNQ はトニー・サウスゲートによって設計したフォーミュラワンカーで1978年から1979年までシャドウチームによって使用された。シャドウ DNQ トニー・サウスゲートがシャドウ在籍時に製作した最後の F1 マシンで第4戦アメリカ西グランプリから投入された。エンジンは フォードコスワース DFV エンジンを搭載、グッドイヤータイヤを装着。ドライバーは、エンサインから、クレイレガツオにブラバムから、ハンスヨアヒムスタックを獲得したが、後方集団に渦漏れ、名手レガツオにニでさえ5回予選落ちを喫するが、それでもレガツオにスタックのドライビングで5位3回入賞した。1979年型の d n 9 9 7 9年も、引き続き使用し、 ドライバーは、レガツオースタックといったベテランから、ヤン・ラマース、エリオ・デ・アンジェリスとルーキー二人を起用したが、予選での候補位置は相変わらずで、入賞は、アンジェリスが最終戦で4位のみと低迷した。DNQ を制作した、サウスゲートは、その後、アラン・リース、ジャッキー・オリバーと共に、チームから離脱し、アローズを設立。サウスゲートは、DNQ の図面を元にした、 マシン、FA1、AH、を制作したが、マシンがあまりにも DNQ と告示していたことから、チームはコピーではないかと裁判となり、結果は、シャドウ陣営が勝訴した。一方敗訴となったアローズは、FA1、AH、の使用は禁止され、シーズン終盤に再設計した A1 でデビューをせざるを得なくなった。1978年1979年、ありがとうございます。